気グループ、セクシーゾーンの中島健人さんと女優の小芝風花さんダブル主演の連続ドラマ、彼女は綺麗だった、カンテレフジテレビ系、火曜午後9時、第7話が8月24日に放送された。同話では、佐藤愛、小芝さんの不利を続けてきた桐山理沙、佐久間由衣さんが、長谷部壮介、中島さんへの恋心にけじめをつけようと、真実を明かすことを決意。しかし、告白前に壮介に気づかれてしまう結果となり、視聴者からは、切なすぎる、理沙ちゃん辛い、あまりにも報われないといった声が相次いだ。第7話では、理沙は壮介に自分が目ではないと打ち明けようと、壮介に約束を取り付ける。そんな中、壮介は打ち合わせで先方からの資料を目にする。すると、そこにはレストランマネージャーとして理沙が取り上げられていて、という展開だった。理沙はこれまでにも真実を話そうとしてきたが、壮介とのすれ違いが重なり、明かせないままでいた。そのうち、壮介に恋心を抱き始めた理沙は、壮介に思いを寄せる愛との間で葛藤。今回の告白は、その葛藤にけりをつけるための決断だっただけに、SNS には、ひたすらかわいそう、気の毒、しんどいと普通のコメントが並んだほか、理沙ちゃん幸せになってくれ、理沙ちゃんの思いもどこかで報われてほしいと、理沙の幸せを願うコメントも投稿されていた。元作は、韓国の同名ヒットドラマが原作。冴えない太っちょ少年から、イケメン毒舌エリート男子になった壮介と、優等生の美少女から、残念女子になった愛という、誠逆の成長を遂げた二人の初恋すれ違いラブストーリー。